それでは今日は記念すべき1回目ということでして簡単なクイズをここでしたいと思います、はい、先ほどチンパンジーとボノボはですね、私たち人と最も近縁な類人猿であると言われているんですけども、見た目を見た時にボノボとチンパンジーっていうのは、初めて見る方には区別することがとても難しい、まあ難しいですよね、チンパンジーとボノボの見た目、ね、はい、写真を本当に似てますよね。どちらの写真がボノボでどちらの写真がチンパンジーか当てるクイズをしたいと思います。ぜひこの動画をご覧ながら考えて、見た目が似てるので昔の動物園とかですね、まあチンパンジーだと思って飼っていたら実はこれ全然チンパンジーじゃないんじゃないかと、まあ、勘違いしていてチンパンジーだと思ってたら実はボノボを飼ってたとか、まあ、そういうことが全然あり得たので、やっぱり見た目でパッと見本当に似てますよね。チンパンジーとボノボを比べるっていうのは難しいと思います。面白いことに2つの写真ですね、どちらも鼻に特徴のある個体だということが、はい、ここのクイズですね。その1回目の動画を見ながらぜひ、チャレンジしてみてください。どちらがボノボでどちらがチンパンジーか、と考えてみてください。どちらがチンパンジーか分かりましたでしょうか。答えは左の写真がボノボの、のび太さん、右の写真がチンパンジーのマガリさんです。ボノボとチンパンジーの、見た目を区別するために、例えばボノボの場合ですと、ここの頭の部分ですね、頭の部分が毛が右と左右に分かれている特徴がある。例えばチンパンジーの場合ですと体の大きさがちょっと大きい、ボノボと比べて大きくてがっしりしている。反対にボノボの場合、体がちょっと華奢で手足が長いと言われています。ただこちらの2つの写真比べてみても、やはり初めて見る方にはボノボとチンパンジーを見分けることは少し難しいかもしれませんね。それでは2問目に行きたいと思います。はい、こちらが2問目の写真ですね。どちらがボノボでどちらがチンパンジーでしょうか。まあ、後ろ姿でこれを初めて見る人がですね、ボノボかチンパンジーか当てるのすごく難しいと思いますね。どちらがボノボでどちらがチンパンジーか見分けることは難しいかもしれませんね。ただ面白いことに、2つの写真を比べるとチンパンジーとボノボの社会性の違いっていうのがはっきりとわかると思います。例えばですね、チンパンジーもボノボの場合もメスがこのようにお尻の周りですね、正確に言いますと、性皮という呼ばれている場所がこのようにピンク色に腫れ上がるので、ボノボの場合もチンパンジーの場合もメスとオスを区別することはとても簡単にできるんですけれども、はい、ここで補足を言いますと、オスとメスの区別をできる、は簡単にできると、まあ、オスの場合は性皮もちろんなくてですね、まあ、代わりに、まあ、男性器があるんですけれども、女性、メスの場合はですね、このようにチンパンジーの場合もボノボの場合も性皮がこのように腫れ上がる、ピンク色に腫れ上がるので、まあ、雌雄の区別との簡単にできます。さらに言えば、このメスの中でもですね、まあ、この写真見てもわかるように、この性皮の腫れ方というのが全然個体差があるので、これでメスの個体識別をすることも結構簡単にできます。例えばですと、この動画ですと、一番右手前のこの子がサラっていう個体。これ真ん中が福さんかな。ちょっとわかりにくいんですが、福さん。で、この左の個体が、これ、いちこさんですね。で、その隣の右が、これ、パフィーさんかな。っていうふうに、メスの中でも個体識別ですね。どの子かっていうのは、を区別するためにですね、この性皮を使うことで簡単に区別することができます。右の写真は、これ、ほとんどが、メスが誘導している写真ですよね。こちらの左の写真ですと、ほとんどがオスが誘導している写真ということがわかると思います。どちらがボノボでどちらがチンパンジーかわかりましたでしょうか。答えは左のこちらの写真がチンパンジーで、こちらの写真がボノボになっています。チンパンジーとボノボの社会性ですねを比べてみると、チンパンジーの場合はオス中心社会と言われていて、反対にボノボの場合はメス中心社会と言われています。その社会性の違いというのが、この2つの写真を比べてみても、まあ、違うっていうことがはっきりとわかると思います。はい。このオス中心社会、メス中心社会。まあ、字面だけ見たら、まあ、大体、まあ、軽く想像することはできるかもしれないですけども、オス中心社会というのは、まあ、つまり、まあ、オスがほとんどの主導権を握っている。例えばですと、まあ、社会的順位というものが、まあ、チンパンジーでも、ボノボでも、まあ、こう、多くの霊長類でも社会的順位っていうのがあるんですけども、まあ、オス中心社会のであるチンパンジーの場合は、やっぱりオスが一番強くてですね、まあ、オスが強い、ランクが高くて、メスはその下に行く。で、なおかつ、まあ、ランクが高いオスっていうのは、まあ、交尾の主導権を握ったり、社会的行動の、まあ、こういう誘導行動、誘導の
主導権を握っていたり、あるいは彩色の主導権を握っていたりと、まあ、オスが中心となっている社会ということですね。で、反対にメス中心の社会であるボノボというのは、もうメスの社会的順位が高いんですよね。オスよりも高い、またはそれと同等ぐらいだと言われています。メスの社会的順位が高いんですね。だからこそ、ボノボの場合ですと、まあ、彩色であったり、まあ、写真にあるように誘導であったり、まあ、交尾であったり、社会的交渉だったり、まあ、あらゆる行動に、まあ、メスが主導権を握っている。だからこそ、メス中心社会だと言われています。こちらの社会性の違いについては、次の動画で、説明をしたいと思います。それでは3問目に行きたいと思います。はい、こちらが3問目ですね。これは非常に分かりやすい写真になっていると思います。可愛い写真ですよね。どちらがチンパンジーで、まあ、ボノボ、子供です。チンパンジー、どちらも子供は本当可愛いですよね。見ててすごく癒されます。自分の写真は子供の顔が黒いことが分かると思います。どちらがボノボでどちらがチンパンジーか分かりましたでしょうか。正解は左のこちらの写真がチンパンジーですね。右の写真がこちらボノボの写真になっています。初めて見る方でもチンパンジーとボノボを簡単に見分ける方法がありまして、このように子供の顔を比べることが一番簡単だと言われています。ご覧のようにチンパンジーの子供の顔は白色、ボノボの子供の顔は黒色なので、こちらでチンパンジーとボノボの顔の区別がはっきりとわかると思います。この子供の顔色、まあチンパンジーの子供の顔が白色で、ボノボの子供の顔の色が黒色という話をしたんですけども、まあ、面白い研究がありましてですね、ありまして、川口由里さんですね、が、この、まあ、子供の顔の色の違いって、実は認知的に、違いがあるんじゃないかっていう比較した研究があります。まあ、白と黒だと、やっぱり、母親が子供に対する、まあ、アテンションですよね、注意力というか、子供に向ける、まあ、視線の、場所だったりとか、そういう注意力っていうのが変わってくるんじゃないかという研究をされていました。非常に面白い論文なので、概要欄にちょっと URL を貼っておくので、この顔の色が違うということで、母親が子供に対する、まあ、視線の向き方とか、まあ、注意力っていうのが違うんですっていう論文なんですけども、まあ、ぜひちょっと時間があったらご覧ください。それでは最後の4問目に行きたいと思います。はい、こちら4問目ですね。4問目ちょっと意地悪な問題になっているんですけども、どちらがボノボでどちらがチンパンジーでしょうか。左の写真、こちらの写真が、毛がちょっと少ないですよね。毛が少なくてハゲている。反対にこちらは毛がふさふさしている。どちらがボノボでどちらがチンパンジーでしょうか。ちょっとこれは意地悪な問題なんですけれども、答えは左も右もボノボですね。両方ともボノボの写真です。左の写真はローラやボノボと呼ばれているコンゴ民主共和国のキンシャサにあるサンクチュアリ、まあ、飼育下のボノボの写真で、右の写真が私自身がワンバで撮影したキクさんの、写真なんですけれども、ローラやボノボ、まあ、コンゴ民主共和国のキンシャサの、まあ、近くにあるんですけれども、まあ、孤児ですよね。孤児のボノボを、まあ、引き取ってというか育てて森へ返すというプロジェクトをしています。大変素晴らしい、施設なので、ここを守っていて、ここはすごく大切な施設なんですけれども、やはり残念なことにですね、コンゴ民主共和国、やっぱり密猟とかが多くてですね、まあ、絶滅危惧種であるボノボでもですね、まあ、森に入って、まあ、違法な密猟が行われたりとかして、まあ、工事、まあ、特に子供ですよね。まあ、大人の個体っていうのはすぐ逃げるので、まあ、なかなか捕まえにくいんですけども、子供というのはやはり、まあ、人に対してですね、興味を抱きやすいのかどうかわかるんですけども、まあ、そうやって密猟によって、捕らえられてしまうことがある。でも、ローラやボノボというのはそうやって、まあ、密猟によって、まあ、孤児ですよね。孤児であるボノボを引き取って、それを大人になるまで、まあ、大人になって、まあ、なるまで育ててですね、それを森に返すと、大変素晴らしいプロジェクトをしている施設ですね。まあ、ぜひ、このローラやボノボですね、まあ、やはりやっていくためにはお金が必要ですね。で必要でしてですね。やはり、こういう施設って大切なんで、まあ、ぜひ、機会があれば、支援していただければ幸いだと思います。このように飼育下と野生下でもちょっとボノボの姿っていうのがちょっと違うということが分かると思いますが、飼育下だと、まあ、なぜか分からないんですけれども、毛がちょっと少なくなってハゲがちになってしまう。反対に野生のボノボですと、このように、まあ、毛がふさふさしているということが分かると思います。このなぜか分からない、その毛が飼育下だと毛がハゲがち
剥げがちになってしまう。毛が少なくなってしまう。反対に野生のボノボだとふさふさ、毛がふさふさしているという話。これがなぜかわからないという話をしているんですけれども、まあ、実はちょっと言われていいですね。科学的根拠、まあ、論文、私はちょっとまだ読んだことないのであれなんですけども、まあ、やはり飼育下だと、まあ、限られた場所にいるので、やることが少なくてですね、毛づくろいの時間が多くなってしまう。だからこそ剥げてしまうのではないかと言われています。ただもちろん他にも要因はありますし、科学的根拠というのが、ひょっとしたらモルガンさんの論文で書かれてたかな、かもしれないですけども、まあ、そのような飼育下と野生下の、まあ、環境的な違いによって、まあ、毛が少なくなってしまう。まあ、飼育下だとやることがなくて、毛づくろいの時間が、長くなってしまって、このように毛が少なくなってしまうとも言われています。まあ、もちろん他にも要因はあると思います。一度 Google で検索ボノボと入れて画像検索をすると、ほとんどの場合、このようにハゲているボノボ、毛が少ないボノボが多くなってしまうんですけれども、野生のボノボはこのように毛がふさふさしていて、もちろん飼育下のボノボ可愛らしいんですけれども、このように毛がふさふさしていて、とても可愛らしい生物であるということがわかると。それでは最後にこちらの写真ですね。こちらの写真について説明をしたいと思います。1本目の動画からこちら切り抜いた写真なんですけれども、まあ、実際私が現地で撮影したものなんですけれども、非常に多くの方に利用していただいている、とても貴重な写真だと言われている。はい、貴重な写真と言われて本当に光栄です。ありがとうございます。右のこちらはフランス・ドゥバールさんですね。世界の霊長類研究でとても有名で、ベストセラーの本、チンパンジーの政治学ですね。チンパンジーポリティクスという本を書かれたとても有名な霊長類学者の Facebook のページなんですけれども、このようにフランス・ドバールさんの Facebook のページで紹介していただいたりとか、あとはこの朝日新聞の山際純一さんですね。ゴリラの研究をされていた、されている。山際さん。私がこの霊長類研究、ボノボ研究を始めるきっかけとなった方ですね。すごく感謝しています。本でもこのように紹介していただいたりとか、大変多くの方にこの写真を紹介していただいています。というのも、こちらの写真はボノボの社会性ですね。先ほどのクイズでもありましたように、チンパンジーとボノボ、社会性が大きく異なっているんですね。チンパンジーはオス中心社会と言われていて、反対にボノボの場合はメス中心社会と言われることがあるんですけれども、そのメス中心社会であるボノボのこの社会性というものがこの写真にうまく表現されているんですね。こちらの社会性の違いについては次回の動画で解説をしていきたいと思います。はい、最後になりましたが、この写真、まあこれ動画を撮ってたんですね。動画を撮ってたんですよ。動画を撮ってて、まあその動画から切り抜いた写真なんですけれども、実は私がボノボ研究を始めた2018年、まあこの時、その時の8月ですかね。8月何日か忘れましたけど、に撮った動画なんですけど、この時私初めてこのグループエンカウンター、まあ3集団これ出会ってるんですけど、の場面に出くわしたんですよね。で、もちろん論文とか読んでましたし、人の話を聞いてたので、まあボノボが集団同士で出会う場面っていうのは、まあ頻繁にあるんだよ。まあ頻繁というか結構あるんだよと。例えば、うちの P、ワノマの P グループ、PW グループですと、まあ夏、8月、7月とか、まあ、果実の多い時期になると、まあ、月の半分ぐらいは PE グループ、PW グループって出会ってる。まあ、集団同士で出会って一緒に行動してるってことが多いんですけども、まあ、結構私が、まだ知らなかった時は、集団同士の出会いっていうのはまあ当たり前で、まあ、なんともない、珍しくもない行為、行動だと思ってたんですよね。で、まあ、これが初めて私が集団エンカウンターを目にした場面なんですけども、まあ、これがボノボの集団エンカウンターかぐらいの程度で動画を撮ってたんですね。ただ、この写真であるように、こういう開かれた綺麗な状態で集団エンカウンターしている状況を撮影する場面ってなかなかないんですよね。以前の動画でも出したんですけども、ボノボたちっていうのは基本その草木が生い茂っている森を進んでいるので、たとえ集団エンカウンターが起きてたとしたとしても、それをはっきり、この個体は P グループ、この個体は E1 グループ、この個体は PW グループで、はっきりとわかるような場面ってなかなか出くわさないんですよね。でもこの写真ってすごくはっきり現れているので、だからこそ貴重だって言われてるんですよね。ただそれを私自身、恥ずかしながら知らずに、まあ適当にという言い方もあれですけども、まあ何気ない気持ちで撮ってたんですね。あ、これが集団エンカウンターか、という気持ちで撮ってました。
そして、帰ってきた後に、確か学部生の、まあ、オープンキャンバスですかね。で、紹介したんですよね。ボノボってこういうところ、あ、こんな生物で、まあ、こういうふうに動画撮影しましたよって学部生に対して、まあ、オープンキャンバスで紹介してたんですよね、私が。で、そこの紹介してる時に、偶然、ある教授の方が廊下を通り過ぎて、まあ、偶然通り過ぎたのに何してんのかなって覗き込んだら、この場面を僕が紹介していて、なんだこれってなって、なんだこのすごい写真はってなって、そこでピックアップされて、まあ全体的に拡散されて、まあ有名な方に、いろんな、たくさんの有名な方にこのように紹介されるような、まあすごく、まあ偶然というかね、恥ずかしながら私がこの場面を撮影していた時というのは、これが貴重な写真になるとは全然思ってもいなかったです。はい。以上が記念すべき1回目の動画の、解説動画でした。まあ改めてこうやって私が見るとね、非常に緊張していて、もっとまあやはり10分という限られた時間の中で撮影をするようにしているので、全然喋り足りないところはあるんですけれども、まあ今後も、まあ10分の動画、メイン動画を出しながら、まあ時間がある時に私自身がそれを見ながら、まあちょっとシュールなんですけど、その辺は解説をしていきたいと思います。